三島や彦2月23日の1954年2月1日は明治期の陸上選手。日本初のオリンピック代表選手として1912年開催のストックホルムオリンピックにマラソンの金繰り43と共に参加した。名前はいよいよ彦とも書かれる。父は警視総監の三島道常、兄に銀行家の三島や太郎、老いに三島道春がいる。妻は 鍋島直成の五女、文子。東京府東京市高島地区出身。三島家六男六女の伊豆男として出生し、長兄、八太郎とは十九歳も離れていた。八彦は、女かけの子であったが、父、道常の精妻である若子は、実子と分け隔てなく育てた。二歳の時父を失い、一八百九十一年九月に、学習院に入学、初等学科から、 中等学科、高等学科を経て1907年9月に東京帝国大学法科大学に進学した。なお、学習院から東京帝大には無試験で進学している。成人男性の平均身長が 155cm 前後だった時代に 170cm を超える長身を誇り、学習院時代には野球部でエース研修賞、ボート部でも一軍選手になっており、 東大時代には、スキー術を治め、この他に、柔道は二段、乗馬と相撲も行い、またスケートも大会に出場する程度には、うまいなど、スポーツに対する造形浅からぬ、青春時代を過ごした。スキーに関しては、日本に初めてスキーを伝えたテオドールエドラーフォン、レルヒから直接指導を受けて習得し、レルヒから、プレジデントというあだ名をつけられた。また、 プレイヤーとしてだけではなく、審判も総計戦で多く務めている。1911年、陸上競技に夢中になりつつあった頃、スウェーデンのストックホルムで開かれる、第5回国際オリンピック大会代表を決める、国際オリンピック大会選手予選会が、羽田運動場で挙行されることになり、審判委員として来場するよう要請があった。要請には答えなかったが、 このようなイベントがあることを知り、もともとスポーツが大好きであったから、来場の上が嫌で学友と観戦しようと、決め込んでいた。ところが、後に本人が語るところによれば、生来の光線癖はムクムクと怒って、到底じっとして傍観してはいられぬ。久しく練習も耐えていたけれども、うさぎにも角にもこう張って走ってみようという考えで、飛び入り参加し、100メートル、400メートル、 800メートルの各単距離と競争に参加。100メートルでは12秒台、400メートルでは59秒、6という当時の日本人としては、高記録でいずれも第1位となる。200メートルでは第2位を獲得。予選会では、立高飛び優勝の古藤金一、立幅飛び優勝の泉谷幸正、総幅飛び優勝の下田森蔵などの選手もいたが、 選手団をストックホルムまで送る予算の都合などもあり、マラソン及び1万メートルに出場が予定された金栗43と三島の二人が選手に選ばれる。三島は当時の相場で1800円になる渡航費用を自弁できると見込まれたことも選ばれた理由だった。実際に三島は3500円を持参しているに田畑を売ってでも苦面すると激励されたが在籍していた。 東京高等師範学校の仲間による寄付などで1500円を、まかない、自己負担は300円で済んだ。以後毎週土曜日、金栗と二人して、アメリカ大使館初期官キルエソンに指示して、陸上競技の様々な技法、心得を学び、例えば400メートルは、予選競技会時の59秒30が50秒台にまで、縮まった。しかし三島は、 かけっこごときで要望して良いものかという自己内部のメモを欧米人のスポーツ賞に管理学校の生徒が派遣されると誤解した文部省の無理解に苦しめられるが学友や定大総長、浜尾人の励ましに後押しされ卒業試験延期をも決して五輪出場の意を固めた。1912年5月16日、家族や三島が所属していたスポーツ社交団体。 天狗クラブや野球試合で縁のある、慶応義塾野球部の OB 会である、東京クラブのメンバーらが見送る中、新橋駅からストックホルムへと旅立った。母、若子はユニフォームに手縫いで日の丸をつけ、弥彦に手渡した。6月2日に、ストックホルムに到着、金栗にタイムを測ってもらったり、逆に、金栗の練習に付き合ったりと二人で支え合って、練習を積んだ。 この間、右足を痛めており、いわゆる新スプリントだったと見られている。1912年7月6日、騎手として開会式に登場した。出場選手わずか2名のため、行列人数が非常に少なく症状の感があったが、帰って群衆の同情を引いた、と日本人記者は報じている。金栗が、日本と書いたプラカードを持ち、三島が西正規を持って行進した。 二人とも白の半袖ユニフォームにパンツ姿だったが、ヤヒコは黒のソックス、金栗は黒旅だったという。当日午後、短距離予選に出場したが、最初の100メートル予選でトップに1秒以上の差をつけられ敗退。スウェーデンでは、キルエソン初期間の助言を得ることもできないためすっかり、意気消沈し、金栗に、金栗くん。日本人には、やはり短距離は、 無理なようだと語った。後年3頭は、スタートダッシュは成功し、こりゃ勝てると思ったのもつかの間、50メートルあたりから、スーッと抜かれたと振り返っている。400メートル予選で力走する3頭続く200メートル予選は、英米独3選手に敗れ、最下位となった。400メートル予選は100メートル、200メートルで、金メダルを取ったラルフ・クレイグ型選手に献上して、 危険したこともあり、準決勝進出の権利を得たが、右足の痛み激式が、ために危険した。近年の資料では、精神的に具体的困憊のためあるいは、正気なしと見たためを理由に掲げるものの方が多い。金栗の競技も終えると、可能五郎金栗と語らって4年後のベルリン大会での雪辱を、誓い、閉会式を待たずに出国。老いには、競争は、 とうとう負けてしまいました。米国の人がほとんど走り子では皆勝ちましたと絵はがきで書き送った。後に私たちのやっているのはかけっこで外国選手のやっているのはレースだったと振り返っている。だが各我々全部失敗に終わりましたが我々がこの大会に選出されたということは決して無駄ではなかった。今行くた尊き教訓と良き経験を得て 大いに後のためになったと信ずるのでありますとも解雇している。ミシマージ大会開催国であるドイツに向かった。ここでオリンピック会場などの視察をした後、砲眼や槍などの日本ではまだ知られていないスポーツ用品を買い込む。そのベルリン大会が第一次世界大戦で中止となり、大会自体が8年間中断する。1913年2月7日に帰国した。 7月、定大を卒業して、兄、八太郎のいる、横浜賞金銀行に入行。9月、大日本体育協会の総務理事、評議員に就任。10月には、陸上トラック部門の常務委員に就任。その後は、横浜賞金銀行本店から、サンフランシスコ支店、ニューヨーク出張所を経て、ロンドン支店に着任。ロンドン支店勤務時代には、 オリンピックに出場した著名なアスリートとして、イギリス人から定調に扱われたという。その後、北京支店と観光支店で支配人代理の後、スマラン支店副主となる。1920年1920年、アントワープオリンピックを前に、イギリスを訪問した金栗と再会し、休校を温めた。アントワープ大会は開催されたが、彼は34歳と、 アスリートにしてはオリンピックに出場できるような肉体を失っていたためか予選にも姿を見せなかった。1923年1月に旧肥前ハスイケ主下の子爵鍋島直成の五女、文子と結婚した。結婚後の一時期をか田にあった三島家別邸で過ごす。1935年に本店副支配人となる。その後、賃太を支店支配人。 1939年本店に戻り検査人に就任。1943年2月に横浜賞金銀行を退社、帝国産思想庫監査役に就任する。大教理事、三島や彦大学卒業以降は、スポーツは趣味としてたしなみ、ゴルフやテニス、狩猟を楽しんだ。陸上競技の更新育成にも関心を示し、第二本体育協会では、 総務理事、評議員、常務委員などを歴任し、1936年ベルリンオリンピックの最終選考会では審判長を務め、1940年東京オリンピックの招致成功時も大境評議員として見届けた。一方、1954年2月1日に目黒区で死去するまでメディアに登場したことはほとんどなかった。ただ、 1952年ヘルシンキオリンピックで日本のオリンピック復帰が認められたのに前後して、三島も産業ヘズミ新聞、週刊、スポーツ毎日の取材に応じている。家族に対してもオリンピックのことを進んで話題にはせず、長男の妻、マリコによると、私が聞くまで五輪に出場したことさえ話さなかった。聞いたら、出たよってそれっきり、だったという。 マリコは1964年東京オリンピックで IOC のアベリー・ブランデージ会長の通訳を務めるがヤヒコと親しかった東龍太郎、東京都知事がマリコをヤヒコの娘と勘違いして抜擢したという説がある。ヤヒコの死は突然であった。1954年1月30日に心臓の疼痛を感じるも、そのまま来客の応対をこなし、読書をして過ごした。 2月1日の朝に意識を失い、午前7時に亡くなった。死因は動脈硬化と海離性動脈瘤による心臓内の出血であった。育ちのためか性格はスポーツマンにしてはおっとりしていた。天狗クラブの中心人物であった小説家の押川俊郎は、三島君は大の楽天家である。のんきな先生である。土量の大きい。 サジに無頓着なあくまでも応用な人であると評している。また、多方面に通じたスポーツマンであったことから、学生や若者からの人気は高く、雑誌、冒険世界が行った、通快男子実決投票という読者投稿企画では、運動家部門で1位に選ばれている。ありがとうございます。